アン吉日。え、やめ。スーパーゲームス。何やらかわいそうなインコがいらっしゃるということでどうもすぐはたルンザブローです。なんでいきなりこんなネタをやっているのかというとノリです。こんばんは。はい。花のすみれ先生、イラストレーター、そしてインコ系 VTuber のね、花のすみれ先生がゲーム作ったって。で、秋にはね、なんか完成させるって言ってたし、本当はこれね、8月中にやりたかったんですよ。お化けだし。やりたいなと思ったんですけどね、ちょっとね、スケジュールが合わなくて、できてなかったんですけども、やっと、このオバチュンタワーからの脱出体験版をね、やることができます。僕ね、鳥年なんでね、ちょっと、こういう可愛いインコちゃん、ほっとけないんで、なんとかしてね、この可愛い子を、バチュンタワーから脱出させてあげたいなと思ってます。クロブさん、こんばんは。一押しの VTuber さんから飛んできました。一押しの VTuber さん、誰だろう。多分それは、わかりません。教えてください。ダザイラさん、こんにちは。ミュウさん、こんばんは。あれ、どうしたの。同じ方のところから飛んで、どうしたどうした。あれ、すみれ先生のところから来てくれたのかな。やっぱオバチュンタワーやるから。音大丈夫だよね。作者様そうだよね。じゃあそんなわけで音だけちょっと調整しておりますが、初見ですんでいきたいと思います。はい、かわいい、かわいいな。ピコタっていうのね。あなた、ピコタっていうのね。ん？あれ？ここはどこ？誰？私は、バチュン。おバチュン？お前をこのオバチュンタワーに閉じ込めてやった。この悪いオカメインコめ。女、僕悪い子じゃないよ。この塔から出たければ、謎を解くんだ。謎を？鳥の前に、果たして謎が解けるかな？いなくなっちゃった。とにかくお家に帰らなきゃ。てな感じで始まった。おばちゅんタワー1階。あ、ピロシハマナさん、これです。かわいい。あ、なるほどね。キーボードじゃなくて全部これマウスで動かせんだ。スズメたちが、あれ、このスズメたちジャンタク囲んでね。パン
たね。ちぃみんな泣きまくってんじゃん。速攻麻雀だね、みんな。チュン、まあ、ある種、鳥としては一番正解。あんまりツバ、麻雀を知らないツバメちゃん。あ、スズメちゃん。あんまり麻雀を知らないスズメちゃん。はい、4方向全部楽しめるね。カンあもうあの、なんだろう。ちょっと、最近見た、あの、ギャグ漫画日和の麻雀の回を思い出しちゃったわ。このチュンの子見たら。チュンじゃなくて、チュー引いたみたいなこと言ってたの。ギャグ漫画日和。みんなご挨拶してるかな？みんなやってんのかな？やっぱ、すみれ先生とのね、ファンはみんなやっぱやってんの？これ。時計は動いていない。今何時なんだろう？ぼわっと光ってて不思議だな。あー、なんかこの鳥視点な感想、かわいい。一回見るともうなんか反応ないんだね。麻雀ってどんな遊びなのかな。いちいち可愛いな。スズメに正しい言葉で泣いてもらうと扉が開かれるであろう。バイおばちゅん。あのおばちゅんも何気にちゃんとヒントくれるいい人なの。あれ？あ？なんだなんだ。ハートが、いやハートじゃねえ、ハテナが。文鳥だ！マイクの前にいるスズメちゃんを全員泣かせたらいいんじゃないかな。待ってるみたいだし。ああ、そうなのか。ごめんごめん。あ、ジャンタクにそっくりだけど。マイク前なんでね。泣く言葉はなんだー？チュン！ポン、チー、カン、チュン！チュン！ツンデレ、かわいい。なんて言いたら、泣いたらいいのよ、チューン。チューン。チューン！わーい。なんて泣いたらいい、チューン？チューン。チューン！おう、なんて泣けばいいんだ、チューン？チューン！チューン！あれ？これ終わりじゃないのか？あったらすごい音がしそう。怖いからやめよう。お、米粒があった。あ、手に入れた。お、なんか発見するたんびにヒントくれんだね。多分この文鳥ちゃんが。あ、お米だ。そういえば誰かがお腹空いてるって言ってたよ。先に調べちゃう。特に食べたいものはないや。あ、このタンスの中には、結構食べ物がいっぱいあったのか、食べ物いっぱいなのかな。じゃあちょっとお腹の空いてそうな子を、ポン、パン。あ、はい、この子だ。お米の匂い。いただきます、チュン。米粒を食べられた。もぐもぐもぐ。僕の方角は今、北なんだって。だって何なんだろう。麻雀ってわからないチュー、チューになっちゃってんじゃん。ネズミになっちゃってんじゃん。お、ちなみにここのツバメ、あ、違う、スズメちゃんたちもおばちゅんも全員麻雀を知らないよ。うん。だから麻雀卓の東西が逆だなんてことも知らない。ほんほん。チュン。でも、ペーっつってたもんね。トン、ナン、シャー、ペー。ただ、でもなんか、方向よく分かってないみたいなこと言ってたもんな。大丈夫なのかな？なんかヒントになるのかな、それ。あれ、チュンって泣かしてるよね。目に正しい言葉でないで、また扉が開かれるであろう。あれ？
いいなぁ、僕もお米食べたかった。ところで、泣かせる言葉はわかった？マイクの前にいる、どうしてもツバメって言いそうになるな。マイクの前にいるスズメちゃんを全員泣かせたらいいんじゃないかな。待ってみたいだし。あれ？チュンじゃないの？あれ？正しい言葉で泣いてもらうと？なんだ？何が間違ってんだ？スズメチュンチュンじゃないの？ああ、チュン、ああ、ああ、はい、カルバミルクさん、黒水晶さん、こんるんです。チュンじゃないってこと？とりあえず端からオンにしよう。あ、ちょっと待って、右と全く同じにしよう。で、C。チュン。これでどう？あれ？違うんかい。同じでもダメ。いや、困ったことになったね。僕はとっても優しいお助け文鳥だよ。あ、これ最初に言いそうなセリフだな。何かを見つけた時にはハテナマークは僕の頭の上に出るから話を聞いてみてね。あと僕からヒントをもらった後、アイテム欄にヒントメモが残るから謎解きにつまずいたらそこを見返してみるといいよ。じゃあ脱出頑張ってね。お、レベルがある。かわいい。アイテムない。見つけた。お、引き出しに入ってた。これ大丈夫？ヒント3を手に入れてないな。扉にあったメモ。スメちゃんたちを正しい言葉で泣かせられたら扉が開く。ん？あ、おばちゅんもスメちゃんも麻雀を知らない。ということは、方角は一般的ということ。方角は一般的ということ。上が北でいいってことかい？スキル、何か呼び鳴き、特技、寂しいぞ、大きい声で叫ぶぞ、おい飼い主。あ、呼び鳴きをした。かわいい。これ生の鳴き声かな。あんま泣いても意味ないんだろうね。ということですよね。ステータス。え、オカメインコのピコタくん、とってもビビリ。好きなおやつはそばの実。武器くちばし。待って、頭、あん、体、羽毛。装飾品、オレンジほっぺ。装飾品なんだ。ゼロコインコ。コインもあんの？シントさんは、どこにあんのかな？何も書かれてないのがある。不良品だ。あ。あ、鳥さん発見。何の鳥さんだろう？言いそうのこと言ってんだね。麻雀卓だ。ジャラジャラ音が楽しいな。マイクで何したらいいんだろう？なんだろう、マイクかな。あ、マイクに何かメモが当たる。よし。
なんだろう、この草みたいなの。ヒント3かな？え、マイクに草が？そのマイクの前のスズメちゃんなら何か知ってるんじゃない？なるほど。このメモ、なんだろうね。わろわろわろ。嘘。何のメモだった？マイクに変なメモがあった。そのマイク担当の、知らなかったよ。あれ？あれ？でも、なんだろうね。すっとぼけちゃってんじゃん。めっちゃむずいな、これ。マイクの前に、めちゃん、全員流したらいいんじゃない？待ってるみたいだし。なんで？なんでいきなりローンになったの？あれ？ちょっと待って。な、ちょ、あれ？なんで開いちゃった？逆に。いいのかな？ちょっとよくわからず開いちゃった。やったね。次の回進めるよ。いいのかな？ごめん。ちょっと待って、俺全然な、今謎解き。あれ？試行錯誤してる段階だったんですけど、まだ。ちょっと、いっか。まあ、うん。なんか、うん。あ、行っちゃったし。行くわ。じゃあね。あ、え？体験版ここでおしまい。終わっちゃった！嘘！ 20 分プレイ時間多分15分ぐらいしかしてねえんじゃねえの？完成は秋には公開予定です。楽しみにしててくださいね。あれー、ちょっと待って、仕掛け全然わかんなかった。もう一回やっていい？なんだなんだなんだったんだ。ロンつってたなぁ。スズメたち全員がロンつってたんだよなぁ。米粒この子にあげんだってね。方角はなんか意味あんの？東西が逆だなんてことも知らない。あー、だから方向はバラバラで。
メモが貼ってあった。草？草みたいなのが。マイクに草？なんだろう。なんだろう。ソーズ？麻雀の意味？なんかロンつってたもんな。麻雀となんか引っ掛けてんか。瞬間ポンチ、瞬間チ。逆にヒント1を見つけてねえな。ヒント1なんだったっけ。チュン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 。チュン。あ。うん。アメリアさん、こんるんです。正しい言葉で泣かせられ。マイクに。なんだろうねってごまかしてんだな。おばちゃんもすずめちゃんも麻雀を知らない。ということは方角は一般的ということ。もらう。チュンチュンないチュンチュンだと思いきや、なんだろうな。全員泣かせたらいいんじゃないかな。泣くがチュンとは限らんよと。メモが貼ってあって草が書いてある。草みたいなメモが書いてあると。どうでしょう。方角にあった鳴き声があるってこと。方角が分かれば。方角が分かれば。が分かれば。あ、このメモなんだろうね。草草草か。
草生えてる。うん、草生えてっけど、なんだこれ、なんか全然、あっすみれ先生、なんかね、よくわかんないまんまに扉が開いちゃったんすよ。それはさすがになって、ちゃんと解きたいなと思ってまた戻ってきてんのよ。みんな、作者様が登場だぜ。ね、なんだったらね、別に脱出できなくてもいいよね。こんだけ可愛い鳥たちと一緒なら。草が何なんだ、草が何を表してんだ。メモに草が書いてあって、その草は何のことを示してんだ。想図なんかね、上下のスズメちゃんたちにチュンチュンしてたらローンってなんかなっちゃったんだよな。なんだったんだ。ちゃんと解きたーい。なんだろう、この草みたいなの。この子草生えてんの。なんだろうね、わるわるわる。頭が硬いぞ俺。変なメモがあった。だから草は W、 あ、わかったウエスト、西なんですね。で、北はこっち、トン、ナン、シャーペー。え、それで、それが分かると何なんだ。そして1回目はヒント1をちゃんと手に入れてたのに、なんで俺ヒント1今回手に入れられないってねえんだろう。あれ、ハテナが全然消えないじゃん。あれ、これちょっとバグかな。ハテナが消えなくなっちゃった。方角が分かると何なんだ。
正しい言葉で泣かせられたらと。し、うん、うん、し、方角、方角は一般的。そうだよね。3と4は同じヒントだよね。麻雀を知らない。ということは方角は一般的ということ。もうなく。お前、じゃあ、スズメちゃんたち。たらいいんじゃないか。待って。シャアの君は P あまたロンになっちゃった。なんでこれで全員が泣いてくれたことになった。なんでこれで開くんだ。なんでこれで開くんだ。スミレ先生、なんか違う。脱出できて嬉しいんだけど、脱出できて嬉しいんだけど、なんかちょっとよく分かってないの。なんで脱出できてんのかが。トンナンシャーペンの順番にってこと？非常に困りました。いやー、かわいいピコタくん、かわいいんですけど、なぜこの扉が開くのかちょっとよくわかってません。このままじゃ終われません。私、このままではちょっと終われません。もう一回しっかりと情報を整理したいと思います。全員泣かせることが大事。全員泣かせて最後ロンってなん上がったってことだもんな。全員泣いたらロン。そんなんシャーペイの順番に泣いたらロンになるってことなのかな。トン、ナン、シャー、ペイ、違う。違うんか。シャーチャー、あんたがシャーチャーなのは分かってる。トンナンシャーペイ。ん？違う、トンナンシャーペイか。え？トンナンシャーペイか。こそーっとヒントを言うと、右の机の子たちにも方角があります。ああ、はいはいはい。北だっつってたもんね、この子がね。だから、トン、ナン、シャー、ペーなん
そうな。なんしゃーぺー。とんなんしゃーぺー。さっき俺逆でやってたよね。うん。あ。ん？なんで開いちゃったんだ？なんで開いちゃったんだ？トンナンシャーペーで。おめでとうございます。こんなんシャーペーに泣いていけばいい。あれ？あ、最初のセリフ違うんだ。泣くのか？任せろチュン。やっはー、早く泣きたいチュン。別に泣きたいなんて思ってないチュン。あー泣きたいチュン。うん。いただきますチュン。僕の方角は今北なんだって。トンナンシャーペーなんですよね。あれ、あ、米粒ヒントしちゃったんだ。どこで流せるか分かった？ロンが、そうだ、答えが先に出ちゃってるから、ロンが鳴く言葉だから、この子がチュンを捨てると当たり牌でロンって感じになってんだよな。これだといかねえんだ。ええ。はて、なんでさっき泣いたんだ。なんでさっきロンになったんだ。なんで。の体操だこれは。して4人によってこういう推理もののゲームをしてる時に限って眠い。場所は分かったんだよ。ヒントいりますチュン。
ぱり今回チュンとするとと、東西南北が分かったことからツバメたち、スズメたちがロンってなるところに繋がんないんだよな。ヒントか。トンナンチャーペン、正しい言葉で、正しい言葉で名付けられた、正しい言葉で名付けられて全員チュンじゃない。あんま本物麻雀関係ない。そうだよね、だって麻雀知らない子たちだもんね。君たちチュンチュンな、あ、ちょっあれ、なんとなくただチュン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 言わしたら論になっちゃったな。全員チュンでいいの？なんかそういう感じじゃなかったけどな、最初にやった時。全員チュンにしてても、なんか。って感じだったもんな。スズメ全員、ラン。泣きツンデレ、泣きたがり。泣きの名人、泣きたい、なんだなんだ、なん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 なんだ。わかりました。私ちょっと鳥の気持ちになろうと思います。ここに。オーツ麦 100% のオートミールがありますんで、それをちょっとツンツンついばんでみようと思います。うんうん、何の味もしません。佐野さん、こんるーんでーす。すっきり納得して出たいんだよな。なんか偶然開いちゃったラッキーみたいなんじゃなくて、なんかこうだからこうってなりたいよね。右と左の机の方角をメモするとわかりやすい。おお、
え、右と左で方角がちゃうってこと？ああ、そっか、鏡ってことか。それがなんで最終的にロンに行くのかがちょっとまだ全然スッキリしないんだよな。そうだよな。だから、そうだよ。シャーだから、ペイがこっち。でも、こっちはペイがこっちなんだよね。トンなんし。トンなん、シャー、ペイなんし。トンなん、シャー、ペイ。分かんなくなってきたな。正しい言葉で泣く、正しい言葉で泣くってなんだ。ちょっと待って、 A でしょ、シャー、シャーな、ちょっと待って、ここペイでシャーなんですよね。シャーはこの子だから、この子はカン。何の子は、何の子はポン。こっちが、ポン。トンがチ、チュン、そういうことでいいのかい？これで合ってんのかい？俺今までちゃんとそうやってた？全部たまたまそうなってたの？たまたま開いちゃってたってこと？たまたま全部鏡
になってシンクロしてたってこと？よっぽど本当に運よく開いてたんだね、じゃあ。いやなかなか、一回でこんなに手こずんのか。ミレ先生、これ。そんなに難しいの、こっから先出だしたら厳しいよ。かなりみんなのヒントをもらってなんかやっとこだったもんな。あ、本間門の一回はもっと簡単。なるほどね。やっぱ後半難しくなるってことだね。あ、ずっと追っかける。かわいい。かわいい。はぁ、てなわけで。なんだろうね。偶然、救っちゃったね。かわいいインコちゃん。鳥年の男が。もっと名推理を持ってね。インコちゃん大丈夫です。私分かってしまいました。この事件の犯人、それは花のすみれ先生、あなたです、みたいなさ、そういうなんか華麗にね、これこうやってこうやってこうなんじゃん、やったーみたいな感じじゃなく、あれ開いちゃったよ開いちゃったよっていう感じでピコタくん救っちゃいました。まあ、運もね、実力のうちってね、誰かも書いててくれたし、チャットに。まあいいでしょう。ちょっとね、僕の本当の力を見せるのは、完成版でっていうことですよ。ね。かわいいと言っていただけて嬉しいです。かわいいよなぁ。かわいいよ。たまらんよ。もう毎日投稿されてイラストいいねしちゃってるもん。ちゃんと買ったやつ、俺、カバンにつけてるし。勇者インコのドキーホルダーあーかわいい。なんかもう全然脱出できなくていいんだよな、かわいいからいいじゃん、もうここでみんなで暮らしてけばねえ、文鳥くんもいるし、というわけにいかないのね、きっと外に帰る家があんだよな、オタクにもな。はい、いや、なかなか難しかったね。俺はちょっと頭をもっと柔らかくして挑まないとダメそうですね、完成版はね。まあ秋頃完成ということなんですけども、ミレ先生、これは進捗はどうなんですか？秋までに、秋までに完成予定なんでしょうかね？
この辺含めてまだ乞うご期待って感じかな。であとちょっとロープレみたいにさ、ヒットポイントとかあるんだけど、この辺とかやっぱ絡んでくるんすかね。レベルとか上がるんすかね。11月には、お出ましたよ、11月にはオバチュンタワーからの脱出完成版を楽しめるかもしれないぞまあね、先生のね仕事のね流れとかもあるからね、急遽ちょっとゲーム制作に時間を割けなくなっちゃったみたいなことあるかもしれないけどね、順当にいけば11月には閉めるとそうでございます。謎解き大好きな人ね、この可愛い鳥たちのイラストが大好きな人はぜひ遊ぼうね。なんか幸せな気持ちで今日は売れそうですということで本日はご視聴いただきありがとうございます。そして花の墨の先生、わざわざ僕の配信に来て、しかもヒントもたくさん、てかまあみんな皆さんもそうなんですけど、すみれ先生のところから遊びに来てくださった皆さんも本当にありがとうございました。告知を一応させていただくと、つい先日ですね、中映社の V ジャンですね、V ジャンプがやってるね、V ジャンプレイ B というね、チャンネルがございまして、こちらの中で公式で、Vlog という、記事をね、掲載させていただいているんですけども、ただいま、アメリカ在外の平井さんと、そして、妖怪系 VTuber の花子とゆうさちゃんと3人でね、漫才師×声優×妖怪の3人で、ゲーマー道中記というシリーズの、Vlog を更新させていただいております。で、先日僕のターンのね、第5回のリレー Vlog、掲載させていただきました。で、合わせて、プレイ動画の方もね、このチャンネルに乗っけております。今回は月風魔伝アンダイングムーンをね、10分間のリアルタイムアタックでチャレンジしたものになっております。ぜひぜひ、Vlog の方を覗いて、いいねを押していただけましたら幸いでございます。あとは明日ですね、ミロクのミトラズチャンネル、ミロクさんのところで、なんか、地獄のボイトレ講座っていうものをやるようです。僕以外に、松本アンコロさん、ゆずきうさぎさんの二人をお迎えして、僕とミロクさんで、発声のことを教える企画らしいですあんまりよく分かってないんですけど、まあ前にやった、先週やったルリネートのコラボでさ、なんかいろいろお芝居のことをお伝えした、あんな感じの配信になるのかななんて思っておりますので、まあ発声だったりとかお芝居とかそういうのがご興味ある方は覗いてみて。はい。以上でございます。あ、花の墨先生、頑張ります。ご無理なく頑張りましょう。お互い。はい。そんなわけで、本日はこれで終了でございます。あとはね、26日が空いているので、他のゲーム、狼かな?狼やろうかな?狼やって
おうかなって思います。そっちの枠も立てておこうと思います。すいません、最後長々挨拶告知が長くなっちゃってすいませんでした。じゃあ皆さんお付き合いいただきありがとうございました。またねー、チュンチューン。